です。若者と未来を守りたいっていう気持ちです。名古屋から来ました。もうね、19歳20歳の若者が国会前で憲法を守れなんていう国になってしまった。それは私たちのせいだと思って、なんか自民党感じ悪いよね。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 民主主義ってなんだ。なんだ。Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. あれはやめろ。あれはやめろ。憲法を守れ。憲法を守れ。今日また何かが始まっていることに希望を感じて託してください。お疲れ様でした。お疲れ様です。また明日。利権主義を重んずるのか独裁に走るのかっていう、本当にそういうレベルの話だと思っています。強行採決されるところっていうのは僕もツイキャスなんかで見てたんですよね。だからやっぱりなんていうんですか、怒りもあったんですよ。こんなことされてしまうって怒りもあったんですけど、なんかこの悲しみっていうか、憲法って結局国民から付託されてるものなので、憲法を無視するっていうのは国民を無視するってことだと思うんですね。だから国民の声っていうのが、世論調査でも説明不足とか反対だっていうことが多数な中で、それが無視されて、踏みにじられて可決されてしまって。強行採決されてしまって、本当になんていうんですかね、ここまで無視されてしまって悲しいって気持ちがすごいありましたね。来ないと絶対後悔するなと思って来ました。絶対諦めたくないですし、理想を追い続けたいですし、なんか考えるのを諦めたら本当にそれこそ民主主義の終わりだと思うし、自分一人でも考え続けていれば絶対変わると思うし。はい、なので諦めないで動き続けることだと思います。